はい。では、配布検討をやりますが、本日の方はこちら、初めての方ですね。はい、メッセージこちら。明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。再検討お願いします。トップ取りやラス回避を特に狙ってるわけではなく、純粋に平均順位や最短での段位の上昇を狙っています。まあ、っていうことはまあ、ラス回避でいいのかな。段位の上昇だったらね。まあ、難しいよな。まあ、どっちというわけではない。まあ、そうね。ガチのラス回避まではしないでいいのかな。難しいな。まあ、一応ラス回避で見ますか。特に意識してないってことは、おそらくフリージャンソーとか言ってるわけじゃないと思うので。まあ、ネット麻雀でいいかな。もともと黒沢さんに憧れ。ほうほうほう。面前での手組みに、これ何て読むんだこれ。凝っていた。え？面前での手組みに寄っていたって意味だよね。なんだこの字。天狗みたいな字。こだわるか。なんだ？関わる。こだわる。読みは、この字はこだわるか。一応、関わるとも読める字なんだ。こだわる。こだわる。なんかこんな字使ったことないな。社会人は使うんですか？この字ね。はい。で、こだわって、もともと黒沢さんに憧れ、面前での手組みにこだわっていたのですが、それでは勝てず行き着いたのが河村さんのチャンネルでした。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。最近は勝つために泣くように心がけていますが、この試合はもっとうまくできたような気がするので、ここは泣いた方がいいなどを教えていただきたいです。はい、わかりました。あとは、成績か。まあ、ちょっと初めての方なんで、多少、丁寧に。麻雀歴2年、ラス回避。ああ、ラス回避って自分でも書いてるか。了解です。ありがとうございます。で、成績は、トップ率27%、ラス率が22%。で、まあ、免税派ってことか。フロ率は24%。上がり率21、保持率12。はい、わかりました。まあ、そうっすね。面前だとちょっとね、勝てないことはないけど、ちょっとまあ、成績があんまり良くならないのでね。ジャン玉だとね。はい。あとは、辛口でお願いしますということで分かりました。まあ、初めての方ですけど、なんとなく気使わずにやっていいのかなっていう感じのイメージ持ったんで。はい。普通にやってきます。では、いいかな。はい。じゃあ、ラス回避麻雀でやってきます。まあ、ラス回避。そうだね。はい。じゃあ、行きましょう。とにかく親でドラが9ピン。はい。まあ、何も考えず、シャー切って。初チューン切って。いいね。普通で。で、ペーチャのペーがポーンが入ったわ。今のは何もないです。とにかくペーチャドラガーチュンじゃない、ハク。ペーチャね。
まあ、染まったらいいなって感じで。まあ、だからこういうのも、泣かないぐらいだったら泣いて本一。いや、泣くんだけど。まあ、とにかく泣いて満貫クラスが見えたら、とにかく泣いて高い手を決めるってのが安定するかな。もちろん、これは別に普通に1000点とか、なってもいいかなっていう感じの手組みを俺はするけど、なんかそれが嫌だっていうならね。手牌1000点で、点数1000点で短い手牌にすると、自分の全力では不安だっていうなら高い手を決めたらいいし、別にもうスーピンチーピンでどんどん切ってってもいいからね。チーピン重なった。何切るんだろう。まあ、2枚切れのシャアがあるから、とりあえずはシャア切っとけばいいかな。何が2枚切れになった。で、ペもポンして。で、孤立の28程度は切っていく。まあ、897、しゃあないな。まあ、もう潔く全部降りたら大丈夫です。丁寧に全部降りたら。もう、無筋の数とか言う人いるけど、まあ、あくまでまあ、あれは一般的な打てるメンツに対してなので、ジャン玉とかだと、あんまり関係なしに。まあ、もちろん、普通に、ある程度のレベルが高いとね、まあ、結構全体制だな、これね。もちろんそれでも全く問題ないです。全く問題ない。ハーク切って、スーピー切って。ただ逆に言うと、ジャン玉は突っ込んでくる人も多いから、中国人の人とか結構突っ込んでくるから、もうリーチ入ったらもうよっぽど行きたいって以外は全部降りちゃってもいいし、ね。どうするか。まあ、これちょっと一つ見れそうですね。この方の個性というか、ここでなんか吐くぐらい切っていくのか、なんかもう急走切るのか。あ、急走か。いいんちゃう。ただまあ少なくても覚えといた方がいいのは、まあ本当にしっかり打つメンツだと、もうどうしようもないから、これ。結局急走切って手詰まるから。まあ基本全ツで。なんかリーチ切った。吐く切った。しゃあないな。しゃあない。まあよく一発で打たんかったな。っていうぐらいの話ね。父さん玉シャーチャドラチーソー。まあ、あとはまああれか。自分の手が安い。現状ペイのみ。1000点しかないっていうのもでかいね。いいと思います、ここまで。父さん玉シャーチャドラチーソーで、手牌良くないな。1枚切れ、自敗。まあ、俺は泣いてちゃんたか、トンバック決め打つかな。ちょっともうどうにもならんって感じする。ターツはあるけど、ちゃん、そうだね。ちょっとこれは、愚形多いんで。まあ、3ピンチーして、ウーピンウーワン切ってって、で、パー9万、チー9ピン引いたら、ちゃんたのターツ整う、みたいな手組みを俺はしますが、で、ペイは泣かなければ安牌として2枚機能するんで、まあ、結構それが上がりには近いかな。まっすぐ行って面前はね、愚形だらけできついなーって感じ、ただまあ、これはもう、絶対そうしろとまでは言わないかな、これは。これは仕掛けても安いし。もうペイがドラ高だと、がむしゃらにでも上がりたいから、ちゃんた泣きちゃんた結構決め打ちたいけど。まあ、どっちみち2000点しかないんで。まっすぐトン切った。ヤンソーツも。まっすぐパーピン切る。パーワン、まあ、とりあえず普通に切って、トイメンがダブトンポンしてローマンウーマン。まあちょっと嫌ですね、普通に。そしたら自分が4トイツか。まあ特別何も考えずウーピン切って、カンパスを引いた。一応ちゃんとリアンシャンって。まあ切るとしたらパーマンよりはリアンソーを切りたいかなって感じはするかな。トイメンに危険だから。パーマンは安全だから。
あえて危険な方から切る。どうなんだろう。ここでトイメンが天敗気配感じて、パーマンから切った方がいいのかな。なんか俺はまだリアン層から行きたいが。まあ、パーマンでもおかしくないか。トイメンがローマンウーマン切ってその後チュンテだし。まあ、ここら辺のちょっとあの、天敗、察知の感覚はむずいな。普通にリアン層で振ることは、振ることはあるしな。まあちょっとこれはリアンソーかパーマンどっちか切る。うん、リアンソーから。うん、いいシャンテになったね。じゃあそっちか。どうした？どうしたんだこれ。いや、もうパーマンでいいよ。トイメンに危険な方を先切ったってことかな。ああ、いや、まあ、そうだとしたら、あんまりその廃効率というか、純粋な手順は、ま、ねじ曲げなくていいかな。ただ、まあ、E ピンとペイのシャボが悪くないし、まあ、ちょっとこれはそうだな。めちゃくちゃ悪いって言えるわけじゃないんで、おもろいな。まあ普通はパーマン切ると思います。誰もが。おもろいな。おもろいとしか言えないわ、これ。ここでも、ここで、リアンピオン切るんだ。おもろいな。あ、そういうことか。そういうことか。どっちがいいんだろうな、これ。いや、まあ悪くないな。否定することはできないわ。うん。否定することはできない。うん。ちゃんと考えて偉いと思う。おそらくまっすぐ打ったらパーマンってのは分かってるはずだから、ちゃんともうトイメンに先打つって感覚で、ヤンピンか。素晴らしい。はい。ほんで、しかし、先打ちにはなっていなかったが、まあこれは結果論か。うん。別に悪くない。はい。トン三曲、シャーチャドラガウピン。親、フランクでよかった。で、まあ。とりあえず普通に単ヤオもあるんで。はい、E ピン、自敗と切っていく。今回は自敗から切るんだ。さっきね、1級の孤立さえ、先切ってたけど。今回は自敗からね。うん。別に悪くはないが、E ピンぐらいは普通切りたい気もする。うん、ここでは切る。ん？これ4統一だからな。4統一なんで、まあ、チュンで。チートイを全く見なかったってことかな。うん、まあ、チュンでもパーピンでも切って。まっすぐ組み立てるって言っても別に、チュン切ったら、シュンツテもまっすぐだしね。ちょっとこれは、まあ、多分自分でも気づいてるんじゃないかな。ここまでかなり素直に打ってるしね。下茶にピンポン入ったからチューン絞りたいってそんなことやってないしね。はじめからね。うん。だからまあたまたま3番なんか切っちゃったんだろうね。うん。明らかにそうだと思うんでもう飛ばします。はい。もう普通にチューンか、チューンでいいわ。普通にピンフ、もしくはチートイ、チューンで。4統一からはチートイ見ていきましょう。スーマーも痛いし、普通に横も痛いしね、これね。まあ、3万切ったって一貫性で言われりゃいい間になるけど。どうすんだ、これ。パーピン。うん。まあ、ちょっとこれは見届けよう。パーピン。なんか、悲しいな。さあ、ここで言えば、まあ、ここではほぼ理かな。ちっそうか。まあ、捨て牌読みを、泣き読みをちゃんとやってて、まあここで老僧が、ここで老僧が出て、これ泣いてないトイメンが、でこの後イーソー手出し入って、ウーアン手出し入って、で老僧手出し、まあそれを考慮してって言うんだったらチーソーは、いや大丈夫とも言わないんだけど。まあ、下茶が老僧切った後に、
老壮を重なった、もしくはまあ老壮ポンからは入らなかったっていう場合は大丈夫だが、まあちょっと小さは危険だなこれ。うん、まあ基本的に地位してね、天敗の場合は、またぎ筋が濃いってことはやっぱ覚えといた方がいいかな。今回も皮も濃いしね、これ、対面ね。だからまあ、対面の手牌、普通に読むとしたら、想図、かなり怖い。なのでまあ、いい相当ちょっとし入ってんのか。まあ、本命の地層とかは止めてくがいいかな。はーい。まあちょっとね、スーピンの後に2層と1層と入ってるんで、まあ、これが、ヤンウピンとかサブローピンとか、そっち系ってことなんだろうな、おそらくな。ああ、スーピン4枚見えてるか。それも否定されてんだ。まあ、やっぱり、バックとかもね、そりゃ、可能性としてゼロではないとはいえ、やっぱり、単ヤオでスチソー一番切りたくない牌なんで、チーソーは。まあ、他の牌なんだろう。他の牌何切ろうかな。まあ、スーピンとかでもありか。まあちょっとね、チーソー以外の牌切ったらよかったね。スーピンでいいんちゃうか。はい。で、チーソーは通っていくんだ。はーい。で、ヤンソーが、あ、複合系でしたね。3、4、4、5、6、6っていう複合系で当たっていった。まあ、そうだなぁ。まあいいや。それはまあ自分で泣き読みとか調べて。またちょっと別の話になってくるんで。単純に知恵して最後に出てきた牌のまたぎ筋は切らないようにしましょうって、そんなことを教えてもな。それによって逆に変なもん止めてもしゃあないしな。もしかしたらこの老壮ポンしてない。いや、これ老壮一応ポンできたっちゃできたけど、3、4、4、5、6、6からは老壮ポンしなかったか、もしくはまあ老壮後から引いたか。まあそれか、そもそも3層とか引いてない可能性あるもんな。4、4、5、6、6だからローソーポンしてないとかあるもんね。まあだからやっぱレアケースもあるんでね。一応トイメンの手順だけ見ていきますか。そうだね、そもそもこれローソー引きだけじゃなくても、そうだね、そういうこともあるんでね。3層。この時点では単純にローソーがなかったと。はい。この時点で、リャンソー、スチーマのインシャンテンではありましたっていうことね。はーい。切った直後にローソー重なっていった。はい。はい、親がレンチャンで、トン三曲、シャーチャ、ドラガペ。手牌は、まあ、初アンコで、守備力も高い。はい、まっすぐ行っちゃいましょう。三着でね。はい、もう自己都合で普通に何切って、トン切って、ちゃんと見ないんだ。ああ、でもなんか別に、そんな悪い選択肢でもなそうだな。M リーガーとかだとね、ちゃんと見ないって多分絶対ないけど、ただ基本的にこれ面前で仕上がることないんで、まあ、面前で仕上がるって言っても、そのさらにちゃんたが作って、まあほぼないんで、まあ確かにこれちょっと、手役見ないスタイルだけど、いい意味で手役見てないな。これを無理くり E ピン、9ピンとか、ペン3万とか仕掛けたとしてもね、結局初ちゃんとあって、E 班増やしてもそんな変わんないんで。まあ、上がるためには必要ない。で、トン重なったら嬉しい。いや、いいな。ちょっとこの今切りは。普通に2目で、おーい！ちょっと、いいなって言ったそばから。じゃあどうしたんだ、これ。別の理由だったのかな？これ、まあ、2刺しになるとは言わないんだけど。
や、こっちのが、まだ、現実的には。うん。まあ、だいたいリーチ発手順になると思うけど。3万から引かないとね。2、4万外しになっちゃうから。スーピンとかリアンスを引いたからってチーピンパーピン切らないんで。まあ、つかないが、なんでここはトン切らずに、数万リアンマンなんだ。点数がへこんでるから何かを決め打ってる。でも、決め打つっていうなら、なんなら2差し決め打った方がいいよな。なんなんだこれ。ちょっとこれ不明なんで飛ばします。何を追ってるかがわかんないもんね。トン切っても普通にコウ打点あるから。ああ、思いっきり本一見たんだとかね。それがわかりゃわかりやすいけど、思いっきり本一見たっていうのにも、ちょっと本一もこんな両面がいっぱいあって見れないしな。ちょっと謎っすね。ちょっとこれもうエラーだとして、通り過ぎようもう。しかし数万を泣かせたことによって数ピンが入っていく。結果論ナイス。はい。で、なんか、下ちゃんめっちゃ泣かしている。下ちゃんめっちゃ泣かしてるんで、もう、競ってるライバルだし、チーテンポンテン取っちゃおうかな。まあ、面前で行くってのもありかな。もちろんね。まあ、難しいな、ここら辺の速度感はな。これを先手で流すのか、下ちゃんにリーチでぶつけて、下ちゃんの点数ごっそり削りに行くかっていうのは難しいが、基本的には手配4枚なんで、まあ、チーテンポンテン取って先点でかわす方が普通かな。うん、よっぽど下茶の手配バラバラだっていうね。何か確信があれば。まあでもちょっとそれは難しいな。まあ下茶の、打ってる時に下茶の成績見て、風呂率が 60% の中国人って言うんだったら、泣かずに面前で仕上げるとかも、まあ悪くはないかもしれんが、それにしてはちょっと安いか。これが泣いたら2000点、面前だったらね、面単品ドライチとか、泣いたら単葉ドライチとか、なんかそこまで強力な面前手だとスルーもいいかもしれないし、これだったらまあ、面前でリーチ初、泣いて初っていう、まあちょっとそこまで面前めちゃくちゃ高いわけじゃないんで、まあ、泣くのが普通かなって感じで。はい、じゃあ行きます。ここで馬止めるか。え？チーピンポンテン取ってないし、何してんこれ。うん、ちょっとこれはないな。もうポンテンで、しかもポンテン取らないとしてもね、ここがチーピンじゃないとして、ここがチーピンじゃないとして、ウーマン掴んでも、もうこんなの切るわ、俺。こんなのもう下茶バラバラだろ、つって。うん、まあ一応下茶の強さは見てさ、対局中だったら。まあ、チーピン、ねえ、こうなっちゃうと本当にチーピンポッ、取っといていけばよかったなって思うよね。チーピンスルーしてウーマン掴まされて降りか。いや、悲しいな、なんかこれ。まあ、シビアに降りることも大切なんだが、下茶がまずマンズ溢れてないってのがでかくて、あと自敗もいっぱい見えてない。当たったらもうついてないでいいかな。あとは考え方としては、やっぱ、ジャン玉だとそんなみんなが守備力に、守備的に打ってくれないから、自分が止めてても、トイメン上茶が、下茶にマンガンとか振っちゃって、自分がラスに落ちるっていう、そっちを想定した方がいいかな。これがだから M リーグみたいなメンツだと、確かにこっから自分ベタ折りしたら、流局率は高いと思う。まあ、それでも天敗脳天で4000点変わってまくられちゃうけど、ただまだ自分が補充したり、他の人が補充するよりはいいかなって感じするんだけど、やっぱジャン玉だよね。なんかやっぱ横移動も普通に、下茶にマンズ、他の人切って振っちゃうこともあるんで、まあ俺はこの上腕を押したことしかないな。うん。押しで。まああとはまあこんなんでひよってやめれちゃうぐらいだったらここでテンパイ取っといたらよかったよな。まあ俺だから、マンズ何引いても切るんで、このスルーで面前ってのも 100% は否定しないんだけど、まあ引いたらまあしゃあないわって切る。ただもうそもそもマンズ1枚引いた瞬間に止めるっていうスタンスだったら、まあチーピンポンして、リアウソーで押してたら、ね、明らかに良かったよな。まあそんな感じで、はい。でまあ一応まあこれでもイーシャンテンは維持できるんだが、ん？チーテン取れるな。これもだから取っちゃえばいいし。取らんのかい。そうか。うん、まあ、結局、マンズを切らない。取るんか？取らんのかい。マンズひっついたな。
まあ、6球ピン2枚切れ、リャンウソ3枚切れ、どっち残すか。まあ、場を見ると6球ピンよりリャンウソの方がよくは見えるの。3層、数層、なんかめっちゃ見えて。まあ、純粋な枚数優先するか、場強優先するかはむずいんで、自分で決めてください。数層、3層、ね、選択。うん。で、9層、9層か。うん、いや、まあ、普通に麻雀、配布検討でって言われたら、まあ、数ピン抜きで、急走が一応現物ではないので、数ピンで、あとまあ、急走切っても上がれるかって言われたらね、下茶手半4枚だし、うん、ただ、上茶がつもぎりリーチまで考慮すると、俺は好きな急走ではある。うん、上茶がこんなところでつもぎりリーチしてきて、急走なんて当たるイメージなさすぎるから、うん、ここで6急走出てきたら、いやいや、もっと早くリーチしろよっていう。こんなめちゃくちゃ可愛いのに。こんなんで急走待ちリーチって。うん。ちょっとありえないので。ま、急走は俺の中でも現物だが。ま、ま、それはわからない。ま、ただ俺も押します、普通に。一発もられていく。うん。ああ、まあ、一応積もりリーチは3から7の愚形ね。が、怖いなっていう感じでいきましょう。はい。カンチーマンだったけど、まあ、結果はいいけど、まあ、3から7の愚形が切りたくないっていう感じね。だから、何があるかな ?7、3から7。例えばサブロッソ。うん、例えばローソー、サブロッソーとかだと3から7の愚形だが、ギャン面にしか刺さんないので、なんて言ったらいいんだろうな。3からの受けがやだ。例えばこのチーソーが通ってなくて、チーソーとかは通しやすい。パーソーがこんだけ早いから、スッチーソーって、あ、こんだけパーソーが早いから、チーソーは基本的に両面しか刺さんないんで、スッチーソーでしか。ね、シャボで778から8打たないし、カンチャンで、688から8も打たないんで。だから、つもぎりリーチに対しては、まあ基本的には両面じゃない。かつ、3から7の愚形待ち、もう安牌がなかったりしたらね。とか、まあ押したいときは、そういう読みで押していきましょう。っていうと、今回だったら、もしこのチーソーが川にいなかったとしても、チーソーは通しやすい。チーソーはまあ当たるとしたら、チーソーの両面ぐらいしか当たらないから、まあそういう両面でしか当たらないような待ちは、切っていっても大丈夫。具体的には、序盤に切られた隣とかは、基本的には大丈夫って思っていいかなっていう感じで。はい。以上。うん。まあ、リアン層とかも。まあ、リアン層はだから1289だから、基本的にはリーチ打つんだけど。うん。まあ、あとはまあ、つもぎりリーチしなくてもめちゃくちゃいい街。今で言うとやっぱこの9層か。急走待ち絡みで転敗したらやっぱりイーマンの時でリーチするしな。6急走転敗したらいち早くリーチしたいんで。こんな急走待ちね。なってたら。うん、だからその、上茶からしたらそんなわざわざ回す必要がないぐらい、川的にいい待ちは基本的に当たんないっていう感じで読んでいきましょう。ね。で、今回だったら何の情報もないし、しかもカンチーマンっていうね、マンズとめくり合って最悪な待ちだよな。しかし、なぜかここで、つもぎりリーチしてきたというね、面白いお話でした。トン4曲、なんちゃドラが小さそう。手配は、まとまってはいる。自分3着。上2人離れてしまった。まあ、まっすぐ行きましょう。まあ、いいね。もうこれでターツも整って。とりあえずもう E マン、9マン来て。急走からじゃない方がいいな。ドラが小さそうなんで。まあ、これも、ターツがもう、ここでどうにでもなるんで、泣き手なんでね。ここのポンザイはやっぱり泣き手は強いし、ヤンメも強いんで、当たり前だけど。もう吐くポン、どっちかポン、ヤンメンヤンメンシャンテン。で、これもうどれもいらないんで、基本的には。だからもう初打たずにここはどれか打つ。で、まあ一応パーソーチーソーだけはフォローしたいんで、急走以外の、ね、急走以外来てください。ね、まあ、ちょっとこれはドラの見落としってわけじゃないと思うけど、まあちょっと第一打だから。
第1弾だからちょっと適当になっちゃったかな。あんまりドラ確認とかもせずに。シャーか。もうイーマンでいいよ。もう泣き手によるポン剤は基本的に切らないから。イーマンにリャンマン3枚引いてもしゃあないし。で、あとは下茶も仕掛け入ったし、もうイーマンで。なんかめんどくさいやつも起きたな。特別どこ払いたいってのもないな。一寸草が一番弱いけど、だからといって三層切るのはおかしいので。まあ、9ピン2枚切れ。チートイツを。むずいな、これ。まあ、それが一番いいかな。チーピンパーピン。チーピンパーピン切ると一応、瞬つても両天秤かけれる。下茶に対しても同じ。初が一枚切れだから初。瞬つてマックス初ってさすがおかしいもんな。まあ一応チーピンパーピンにしときます。まあチートイーシャンってなったらもうチート決め打つっていうのがよくわかんなかったらほとんど正解なので。で、まあ一応チーピンパーピン以外のとこがちょっと切れないので。チート維持しようとするとウーマンってウーマンおかしい。で、3層もなんかおかしいしね。一応チーピンパーピンしときます。ローマンか。ロマンがあるな。おもろいな。でもセンスはいいかもね。確かに役牌2つあるからね。上がりトップだったらいいセンスしてんな。まあでも、まあ、ローマン切るんだったら3ピンとか切った方がいいんだろうけど。あえて6ブロにするのは、まああれだけど。まあなんか、柔軟な位置だというか。まあ、そういう感じか。まあ、ローマン切るんだったら3ピンで。受け入れが2周2枚。受け入れが2枚ロスっていうのは3ピンもローマンも同じで、その後に4畳牌出ちゃうんで、まあ一応3ピン3ピンの方がいいかなって感じしました。上がりトップだったら3ピン3ピンで超まっすぐか。下茶の仕掛けがあるからな、むずいよな。下茶の2フールあるんで、なるべく下茶に泣かれない牌打ちながら、チートをやるってのがなんか無難っぽいけどね。ただちょっと現状では特別ないので、またそれが難しいけど。まあ迷ったら赤固定ね。何にも積もがダメだったな、もう。何切ろうが。リャンソーもポンするかどうか。ここで一面詰め作るのか。下茶に3層が大丈夫ならね、泣くんだけど、これも3層がどうかわかんないんで、スルーで。他の牌切れる。ローマン、ウーマン、チーピン、パーピン、3ピン、3ピン。まあ、3ピン、3ピンが一応切れるのか。リャンソーも、いや、でも3ピンも絶対大丈夫じゃないしな。まあ、ただ一応リャンソーポンして3ピン、3ピンとかなら、なくはないかな。ただ、あんまりちょっと不用意に。まあ、リャンソーポンしてストレート3層か。下茶の皮があまりに濃いのでね、あんまりそれはおすすめしないが、まあ、選択肢としてはあるかな。どうなるか。アリアンスポンせずか。で、ここで再びチートイーシャンテになった。まあ、こうなったらもう決め打つしかないわ。もう一旦ローマン切っちゃったけど、もうそれしゃあないな。さすがにこの順目で決め打たないとちょっと、弾力的にやばい。ここでまだチーピンつもぎったり、他の牌切ってたらね。ね、あとはまあ、下茶に泣かれづらいローマン切って。で、あとはパーピンとか切って、かな？ローマン切って、パーピン切って、チートイツイーシャンテ行きましょう。3層からか。まあこれもやっぱり下茶に泣かせないっていう、まあちょっとここがあれか。なんかこの両面は切らないっていう、ちょっとその発想になっちゃってるけど、まあ下茶にとにかく泣かせずにチートイテンパイ見た方がいいかな。でもこれだともう、ね、この両面はもう無理だ。
ここでのチートイシャンテンはもうチートイに行けという神のお告げだから、もうチートイしか無理だこれ。うん。さすがにここから春癖でチーしたりポンしたりは、下茶にどん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 泣かせる牌とか当たり牌切っちゃうんで、もうチートイ完全決め打ちで、なるべく下茶に泣かれない牌を切っていく。ローマン切ろう。パーピン。ローマンがない、一応ここで切ってて、しかも全然川的にも泣かれそうもないし、まあ、ローマン切ったらよかった。まあ今、ウーマンも取ったしね。うん。まあ、ローマン自分で切ってるしね。はい。上がられてしまうか。なんて。ドラタンか。はい。何を親ドラが吸うそう。これはちょっと手配良くないな。はい。何入ね。うん。まあ、でもドラ一応吸うそう引いたら使えるんで、普通にまっすぐ行きましょう。何切る。あ、吸うそう。うん。まあ、いいでしょ。パーピン。まあ、赤ウーマンもあるし、チュンで。うん、丁寧に行こう。あんまり本質決め打つ手じゃないかな。チュンで普通に。面前としては悪くないんで、まあ、泣き手だとしても別に普通にパーピン持っといてもいいか。まあ、至ってまっすぐ行きましょう、チュン切って。そんなに変則って決め打ちたい手ではない。はい。ここで本質見ないんかい。いや、いいんだけど見なくて。何個残しか。孤立の28は結構切る人なんだ。ドラとか関係なしに。さっきもね、ドラがチーソーで急走切ったっけ。そうだね。まあ、それやめた方がいいな。うん。まあ、今回は一応あれか、3層が2枚見えてのもあるか。まあ、ただちょっとその癖がありそうだったんで。ドラそばだけどなんか普通に1289は切っちゃうって感じなんで。まあ、普通にやっていこうもん。うん。さっきの曲ね。これね。ドラ急走。あ、ドラチーソーで急走ね。うん。まあ、ドラにでもね、あんまり固執しすぎて下手になっちゃう人多いんで、あんまりドラ見て、ドラ見てっては言わないんだけど、ドラ大事にしてっていう。ただまあ、それにしても、ちょっとなんかドラはあんまりこだわってないなーっていう感じだったんで。はい、で、ここで今イシャンテになって。うん、いいね。はい。で、あ、リーチ入っちゃったからいいけど、リーチ入る前だったらペイは完してください。はい。あとは、まあ基本的に最終形だろうけど、これが。まあ、最終形だろうというか、まあ、ピンズとか引いたら。うん、いいね。はい、上でレンちゃん。もういいね。普通に行くだけ。普通に行くだけの話。何も積もらない話。え、何してんの？あ、なんだろうな。いきなりわけのわかんない打牌が出るって、おもろいな。なんで急に打たないんだろう。ちょっと不明すぎて。おもろいな。いきなりマジで誰一人打たないよ。初心者、上級者とか何も関係なしに、麻雀界隈で誰一人打たないような打牌が吹っ飛んでくるから。おもろいな。どうしたんだこれ。横見て切ってたんかな。脇見麻雀はやめましょう。噛みました。はい。新年初噛みではないかな。何してんのこれ。どうしたんだこれ。なんかまたわけのわかんない打牌をしたから何切るもわけわかんないなこれ。え、まあ、リアンソー、うん、何かちょっと不明な。まあこれは飛ばしていこうもん。さすがにミスとしか思わないな。ちょっと誰も切る発想ないレベルなんで、ちょっともうただのミスとして処理します。クリミスとして。ああ、テンパイか。ああ、これはリーチ打った方がいいわ。しっかり。うん。そうだな、愚形だからか。まあだから今ね、もうラスル寸前なんで、これ、下茶に上がられたら。やっぱりもう一発で下茶からウーソー出たりしたら、ほんと死んじゃうんで。まあ基本的に点数が凹んでる状態の面前テンパイは全部リーチ。間違い4枚以上あったら。まあ一応、リーのみ以外。うん。間違い4枚以上あったら、点数凹んでたら全部リーチ。以上。
それだけなんで、麻雀は。もう決まってるので。それは絶対実践しよう。ちなみに俺のリーチ率は 98% だっけ。ダマ率 2% なんで、俺。はい。もう、それであの成績になるんで。もう、テンパしたら全部リーチ打って OK です。はい、まあ、テンパイは取れた。はい、親で連チャン。これは4といつか。まあ、とりあえず普通に切るだけ。うん。また変な出牌が飛び出してくるのか。はい、今回はチートイなんだ。今回はチート、キューピンじゃないんだ。絶対キューピン切るかと思った。さっきね、5、6、6万から6万切った人はね、絶対キューピンだよな、ここな。まだだって普通に単ヤオもあるもんね。うん。いや、って言ってもこれはいいんだよ。いいっていうか、チートイ決めてもいいんだけど。じゃあ決めていいんだけど。さっきあのチートイーシャンテンから普通にローマン切ってチートイーシャンテン崩した人は絶対キューピン切りそうだよ。うん。キューピン切って、まあ、ただ数万引いた場合が、瞬つて見れるかどうか。数万引く、ウーピン切る、数層引る、引く、ローピン切る。うん。まあ、問題はない。うん。ただ、なんかびっくりしたっていうだけで。ここはしっかりもうチートイ決めていく。ナイス。即裏めっていく。C ピン。なんでもいいけど。まあ、一応す、瞬つてがあるのか考えて。9ピン切ってスッチーソー引いたらどうするか。ちょっとまあ一応9層9層だったら、タンヤオとかイーペコとかあるな。まあこれは9ピンで。うん、スッチーソー引いた時だけは、チートイやめることあるんで。まあ引いた。って思ったけどな、これ、ウーピンでな、両方維持できるんだよな。まあ、上がりトップとかだったら、それは急走って言うけど、泣けるから。そうじゃないと、まあ、一応、チートイの面前も強いので、で、まあ、シャボとして、急走も評価して、まあ、ウーピンでもいいよな。ウーピンか、急走かどっちか切る。急走か。うんうん。まあ、いいと思います。単野をね。瞬つて確定、単野を確定、いいと思います。で、パーピンポンして、うん、いいね。で、上がっていく。はい、うん、いいね。これもう、こういうのはもう完全に染めちゃってください。これはこっちか。役か。普通にいても7700。ちゃんととかついたら、それはそれ高いのか。うん、いいと思います。うん、いいと思います。うん、ここでは取らない。うん、そうだね。いいと思います。ペアあったらな。まあ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 。うん、リーチ入ったか。リーチ入って、折り切ろうとしたら、まあ、ここら辺で折り切れそうだが、普通に小さ押すか。自分の手が強力だからな。お山。そうだね。そうだね。振るとな、ラスまで転落しちゃうんだよな。まあ、難易だしな。まあ、いいか。そうだね。上がった時めちゃめちゃでかいし。いいと思います。まあ、これが難産とかだとちょっと怖いんだけど、一応こっから普通に当ててもラスることあるんだよね。下茶が満貫積もって普通にラスなんで。うん、いい押しだと思います。積もられた。何を言っとんの。はい。何曲ペイチャドラガペイ。はい。まあいい手ですね。普通に行くだけ。普通に行くだけの話。うん、めっちゃいいね。うん、ちょっとこれはあまりにまっすぐ行くだけの話なんで。うん、ここで一応差し子で仕掛けれるようにはなったのか。まあ、ただ特別差し子で仕掛けるという状況ではないので。はい。
かな。3ピンもウッパーマンもさすがに仕掛けないので。まあ、テンパイした時に差し子崩さないように気をつけるぐらいか。はい、ラスマイシャーチャドラウソ。これもまあまあ普通にまとまってんな。ヤンソーとかあんまやめた方がいいぞ。今回だったら123も結構見えてるしな。なんか崇拝の1289の残し方が変だな。ただまあ毎回毎回1289を軽視してるわけではないんだよな。なんかトン1かトン2か忘れたけど、E ピン結構引っ張ってなったし、144の1。だから、結構丁寧に1とかね、1の孤立さえ持つ人なんだって、あの EP は明らかいらなかったけど、ただこういうリアンスを切っちゃうんだな。なんでだろうな。ダブなんでもないし。なんか普通に面前見れる手はもう何打たないとダメかな。これもうそういう風に決まってるので、しかも今回123もあるしな。何にしましょう。ファーマーも切っていく。ほうほうほう。うん。はい、オーラスで。なんかラス落ちてるやん。はい。めちゃくちゃ接戦のオーラス。ドラドラ。うん、まあ普通に行くしかないな、ラスだしな。ドラさんになった。うん、まあもちろん泣きます、これはもう。ドラさんあるんで。どっからでも泣いていく。ツもいいな。まあもう泣くだけの話なんで。あー、これ、どっち切ろうかな。まあ一応、パーマンのが嫌なんで、どっちもいらんから、パーマン切りで。ちょっと前の順からか、これ。上茶チーソー早い。トイメン急走早い。下茶急走へ。パーソーの方が重なる可能性高いし、かつ安全なんで、ここでパーマン打って、で、パーソー重ねてるってのが、いい手順だったか。はい、ただ1ちゃん手になった。1入った。うん、ヤンマン切る。これはちょっと廃効率の問題なんで、あ、ドラガリアンマン。すまんすまん。ドラガリアンマンだったらウーマン切るか。嘘か。おもろいな。両面固定。まあ、もう自己都合で両面固定の方がいいんじゃないかな、普通に。まあこれが普通だと思います。まあ、危険度はやっぱり、ウーマンの方が危険だけどね。うん。ウーソーは一応ウッパソーはなさそうなんで、リャンウーソーだけ、ツーチャンス。ウーマンは何でも刺さりそうね。まあそうなんだけど、まあ普通に自己都合でウーマンでいっちゃうかな。何が待ちかもわからんし、これ。こんなリーチは。ただここでもチーマンね。うん、これどうだろうな。いや、いいんだよ。全然構わんけど。なんか、ウーソー切る人は3層切りそうだなってちょっと思った。うん。ウーソー切る人はかなりちょっともうそんな前置体制じゃないから。なんかそうなってくると、ここで3層3層でもう3列目だし、なんかちょっと回りながらみたいに行くんかなって感じはした。チーマン切ると結局ウーマンも切らなきゃいけないし、ここでチーマンウーマンは確かに厳しい感じもするから、なんか3層3層でこらえるんかなとちょっと思ったというだけ。別にここのチーマンがおかしいわけではない。うん。うん、終わっちゃったか。ローテ。はい。親が連チャンで。うん。まあまあまあ普通に行くだけだな。うん。パーピンで。
そうか、この形でね、パーピン打たないか。ちょっと普通にダメだな。パーピンしかないとしか言えない。パーピン全枯れで縦受けもないし、一応数アンコもちょっと見えるしな。で、愚形も残ってるし、もうパーピンしかないとしか言えないんで、ちょっとこれはもうパーピン、なんでパーピンか分かんなかったら聞いてくれ。DM で。もうパーピンしかない。もったいないな。これをだからもうイーシャンテンだから形決めつけたにしても愚形あるし、両面欲しいし、縦受けもあるし、パーピン縦受けないし、もうパーピンしかない。リーチ入った。なんか結果往来かよくわかんないけど。結果往来になっていく。Cピン、カンスルー。なんだこれ。まあ、基本的には、ウーマンなんだが、ただこれもまあ、順目深いから安全度高いスーピンスーピンってのも悪くはないよな。まあ、スーピンかウーマンで。まあ悪くはないっちゃうか。別にな。まあこれはまあ、リーチ打たなくても、上がればトップなんで黙った。なんだこれ。最後に最後に、なんか ついてんのこれ。おい。これでね。ローソー金なら急走っぽいがな。単野を。6、7、8。まあまあまあ、行きましょうか。テンパってる。はい。これでまあ、安めの嘘だと、面ピン、面単ピン。あ、違う。3色。3色、もう確定か、これ。面単ピン1ペン5か、面ピン3色か。最強の入り目か。上がればトップか。はい。最強の入り目でした。黙ったらでもダメだよね。パーソー出た場合は。違うか。これいけんのか。嘘だったら単品3色。パーソーでもいけんのか、これ。上がりトップか。まぁ、ちょっとおもろいテンパイというかね。まあ、形だけ見るとパーソー出たら、面単品イーペイコーに見えるけど、面単イーペイコー3色、っていうことね。ちょっと面白いね。まあ、ちょっとよくわかんない人はパズルみたいに考えてみてください。パーソー出たときに、そのピンフ3色では取れない。こうやって分けないといけないから。ピンフだったらパーソー出た時に面単ピン3色 E ペイコーとかにはできない。パーソーね。で、麻雀はそのなんか高い方の打点で取るっていうルールがあるんで、これはピンフ消してパーソー短期として見て面単3色 E ペイコーのウーハンとして計算します。はい。っていう、ちょっと面白いテンパイでしたね、これね。で、嘘出た場合は、まあ別に普通でいくか。嘘出た場合は普通にピンフで。面単ピン3色。
で計算するという最後面白いテンパイでしたね。うん、はい。あ、これが上がれるか分かんないか。上がったか。はい。そんな感じでした。で、これね、パースオツモだと、で普通はこれピンフがあるじゃん。こんな。普通はこんなピンフはあるよね。けど、ここにピンフないっていう。なぜかピンフがないっていう。ね、面白い形でした。はい、最後にね、2万4000で、華麗にトップでしたね。好転法って言うんだったね、そういうのね。はい。そんな感じでした。うん、そうだな。謎のなんか、パースをつもぎりとか、謎のあれはあったものの。うん、まあ、それだけもし俺がなんか謎のやつだけちょっと教えてください。また DM で。謎のやつね。謎すぎるよな、マジ。これな。このパーソースもいい。どっから出てきたの？もう、よそ見してたとしか思えないな、本当に。うん、まあ、ちょっとこういうのは、ちょっと教えてください。まあ、別に普通に集中してなかったとかでもいいけど、ちょっと集中してないのにしてもちょっとね、678を見た。いや、違う、678見てもおかしい。はい。はい。まあじゃあそんな感じでした。まあ、そうだね。特別めちゃくちゃぬるいというか、なんかこのわけわかんないミスみたいなのは何か所かあったけど、なんかめちゃくちゃする、めちゃくちゃぬるい、泣きスルーとか、リーチしないとか、そういうのはなかったんで、うん。でもうちにこのままでも普通に勝てると思います、ジャンタムではね。なんかわけわかんない、いきなり出てくる。変な打牌を訂正していって、とりあえずは。はい。そんな感じで。はい。まあ、全然、ジャンタマの平均レベルで言えば全然うまい方なんで。まあ、最初に見せてもらった成績。まあ、こんな成績よりは絶対うまくなる。勝てそうっすね。うん。この成績よりは絶対勝てるわ。今のままでもだいぶこの成績よりは良くなってると思います。はい。じゃあちょっとそんな感じで今回終わっておきます。はい。では、配布検討ありがとうございました。まあ、初めての方もね、依頼していただけたらいいので、ぜひ、Twitter でコンタクト取ってください。では、どうもありがとうございました。失礼します。